本カモです。格ゲーに後ろ入れガードって必要でしょうか？初心者隊だと特にガードできる状況でも後ろ入ってなくて食らうみたいなことが頻発する印象があります。我々格ゲープレイヤーは当然のこととしてとりあえずガード入力しておくというのは手癖でやってると思いますが、始めたばかりの人が無意識にガードするというのは無理なことですし、格ゲーの悪しき風習、参入障壁の一つになっている気がします。ガードできる状況なら入力なしでも勝手にガード、技の硬直中なども当然食らう、崩しは投げ含むガード不能で成立しそうな気がしています。前歩き中に食らうかどうかは議論な余地がありそうですが、メルブラ等でハイジャンプガードとかもあるので、前歩き中ですらオートガードでもなんとかなるんじゃないかって気もします。その分削りダメージがあったりガードした側がフレーム不利になったり、ガードさせた側のゲージ増加が多かったりと、ガードそのものは弱くする必要はあるかもしれませんが、ガード入力がなくても面白いゲームになるんじゃないかなと思いました。それともやっぱりオートガードだと大味になっちゃうんでしょうか？これからもカモヤさんの作るゲームを楽しみにしております。頑張ってください。はい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 、お便りいただきありがとうございます。もう時間も経てばこういったお便りも来るんだなという話なんですが、オートガードシステムって20年前ぐらいに流行った20年前ぐらいに流行ったんですよ。ストゼロあたりだもんね。ちょうど20年前ぐらいだよね多分。で、まあ、言いたいことはね、すげえわかるわ。あのその通り、まさにその通りだと思う。まず格ゲーはその後ろ入れガードいるかいらないかで言ったら、まあ、別にいらないですね。いらないし、まあ、ゲームによっては例えばボタンガードになってたりするじゃない、からもう全然ボタンでもいいし、わざわざ後ろに入れる必要もないと。なんか基本的に格ゲーはみんなガードしてるんだから、そのガードするのは当たり前でやってるから、そこを難しくする必要なくないという考えもとても理解できる。昔ねあったんだけど、結構例え話であったんだけど、昔の格ゲーはよかったおじさんがいるのね。あのインターネットにはびこっていた昔の格闘ゲームはよかったおじさんのちょっと声が大きい人がいて、その人が言ってたやつがあのいい表現があったんだけど、昔の格闘ゲームは将棋をしていたけど、最近の格闘ゲームは重機を操って重たい駒を動かして動かす将棋になってるっていう表現がねあったのよ。まあ厳密にはちょっと表現近かった気がするんだけど、まあこんなこと言ってたのよ。昔は良かったんだけど、最近は操作が難しい、駆け引きがに行くまでが難しい、必要な知識とかテクニックが多すぎて、格ゲーの将棋が楽しみたいのに将棋の駒を動かすのすら難しいんだけどみたいな、そういう表現をねしてる人がいたのよ。まあ、俺その人結構あの昔結構尊敬してた人なんで、別にその表現自体はおかしいとは思わない、確かになって当時は思ってました。当時は違うな、当時はそりゃそうだよなって思ってたかな。その意見も大変理解できるなって思ってた側ですね。あったんだけど、まあ結局はね、昔は良かったおじさんでしかないので、まああれなんですが、でちょっとここの質問というかお便りの話なんだけど、ガードはオートガードでもいいんじゃないかって話。俺もいいと思うよ、オートガードでいいと思う、別にいいと思うけど、これね結構ね、ここ本質情報なんだけど、格ゲーのその駆け引きっていう概念って、そのスト2フォーマットの駆け引きの概念ってもう結構ね頭打ちなんですよ。結構苦しい、そのそんなにないのよ。でガードが全てオートになりましたってなった時に結構ねつまらん。そのガード入力って部分はその何の駆け引きもないしやれて当然だから、別にそのなくてもいいって言われたらいいんだけど、こういうなくてもいいよねっていうのを突き詰めていくと、例えばそうだな、コンボっていう概念はなくてもいいと。当たったら必ず3割減るようにしましょう、ボタン連打3割減るようにしましょう、まあ連打すらなくてもいい、触ったらヒット確認とか人間当然できるはずだから、この技が当たったら必ず3割減る、あの当然できて当たり前のことは全てオートにしてしまうみたいなことにしていくと、まあ、当然ガードは基本的にできるから、あの勝手に全てオートガードするし、飛び甘い飛びは全て対空されるし、なんか技が当たったら必ず安定コンボは絶対入れてくれるみたいなゲームをしていくと、そろそろねプレイヤーが遊ぶ場所がなくなってくるんですよね。いやいやいや、格闘ゲームの大事な駆け引きの部分があるやんけって言うんだけど、駆け引きって言葉は非常にいい言葉なんだけど、悪く言うとじゃんけんだから、そのなんつうの、あっさいゲームになるんですよ。あっさいゲームになる。である程度の入力難易度とかテクニックみたいな成長曲線が描ける要素がないと、そのなんだろうな、
プレイとしてもそう何回やっても何日やっても同じ、自分が成長しない。じゃんけんって別に上手くならないじゃん、別に別にじゃんけんって上手くならないじゃないですか、っていう感じで上手くなる要素がねなくなってくるんですよね。でも成長するの、練習するのめんどくさい、学ぶのめんどくさい、でも駆け引きが楽しみたい、じゃんけんでもしてろみたいなね、まあ極論を言うとそういう話になってくると。だけどでもそれは極論な話であって、格闘ゲームっていうフォーマットのそのなんだキャラクター動かす気持ちいいで、好きなキャラクターを操作できて楽しいで、なんつうのかな、例えばストーリーとかもかめあの楽しみつつ、メルブラみたいにねその掛け合いとかも見つつ、でかっこいい必殺技とかやって、でかっこいいコンボとかやってっていう流れっていうのは非常に面白いから、もうそこは残しつつというか、あのそこを楽しむためのフォーマットとして格闘ゲームとしては、格闘ゲームっていうのはすごいよくできてるけど、その昔のからあったスト2でいうとこの格闘ゲームの駆け引きっつう概念、まあなんかそのなんだろうな、まあ、簡単に言うと打撃と投げとガードの3すくみだったり差し合い球みたいな概念だよね。あそこが結構楽しいじゃない、スト2ってっていう部分だけではもうちょっと限界があるのよ、表現力としては。てかゲーム的にはもう飽きられてるというか、あの同じゲームを作ることになるし、まあ、新鮮味はかなり薄いよね。あのコマの色が違うオセロリバーシが出ても別にリバーシであることは変わらないからね。で、まあ、あくまでキャラクターゲームとしていくんだったら、ゲーム性はもう完全スト2のまんまで、もう何のこう味付けもせず難しくせず、うーんやってってキャラクターだけ変えていくっていうのも、まあ、手法としてはありなんだけど、まあどうかなみたいな。やっぱりゲームなんだね、ゲームなんで新しい体験欲しいよねって話になってくるんでっていう話があるので、まあまあちょっと話逸れちゃったんだけど、とりあえずガードみたいな、そのなくてもいいよね、もうただ難しくなってるだけだから減らしてもいいよねっていうのは今はね結構やっぱあるのよ。でそれをどんどん減らしていくのはいいと思う俺も。だからラピッドビートなんかも入れたし、あのいいなと思う。でガードが難しいんで、あえてシールドっていうシステムを作って、そのなんだろう、ガードをオートにするんじゃなくて、ガードぐらい強い簡単に押せてパンと切り返せるっていうシステムを新しく足すことでっていう解決策を入れたんだよね。でまあちょっと、まあそれはそれの俺の話なんで、まあ別として、オートガードを入れた時のどうつまんなくなるかみたいな話しますか。オートガード入れた時どうつまらないかという話をするんだけど、まあこれはね解決策があるんで、まあ解決策まで話しちゃうとちょっとあれなんで言わないですけど、オートガード結構ねやっぱねつまんないんですよ。格ゲーの面白いところって、例えばボタンを押した瞬間に技が出ないことなんだよね。うん、違うな、思いついた瞬間からキャラクターが動くまでで、実際に操作して技が出るまでにタイムラグがあるのが面白い要素なんだよね。格ゲーって絶対これがないとこのゲームは成立しない。ジャンルとして人間の反応速度があり、反応が遅れるのがまず一つ、コマンド入力っていうところとかで、あのキャラクターが実際に動くまで時間がかかる、これも一つで、この二つがまあ基本的にあって、あ来たって思った瞬間に昇竜拳入れるときに前下斜め下って入れてボタンを押す、これは結構時間がかかると。で、あ来たって気づくのに10フレームぐらいかかりますと。で、前下斜め下ボタン、これでまた10フレームぐらいかかります。まあこれだいぶ早いけど、まあこれ例えば20フレームで反応してこう技が出せますとっていう風になるんで、実際に感覚としては20フレームぐらいこう遅れて画面に反映される、脳でいけと思ってから実際に出るまでそれぐらいタイムラグがある、まあ、30フレームぐらいねタイムラグがあるゲームなので、こうフェイントとかが意味があるわけよね。フェイントがなくなっちゃうんですよね、全てがスムーズに動くと。思った瞬間に技が出る、ボタンを押した瞬間に技が出るみたいになって、脳とゲームがね直結すると、いわゆるそのフェイントとかスカッシュとか人を読んで相手の技を誘ってみたいな概念が完全に消失するのね。30フレーム前の情報しか見れない、要するに反応してボタンを押して何か出るまでそれが時間かかるんで、それぐらい遅れてゲームが動いてるみたいに考えると、まあ、ちょっとこう未来予知してゲーム動かすしかなくなるわけじゃん。だからフェイントに引っかかるっていうのが、まあ格ゲーのある意味ですごい大事なポイントなんだけど、オートガードはねこれをかなり壊してくるんですよ。なんだろう、かなり壊してくるんだ。
人間も例えばガードは全然普通にやるやんって思うんだけど、ガードを入れておいてガードを解いてボタンを押すみたいなタイミングのタイムラグが当然あるのよね。ガードしてます、相手の連携ガードしてます、そろそろ暴れよっかなって時に完全に大丈夫なのを確認してから暴れるっていうよりは、ある程度こうなんだろうな、読みでそろそろいっかなって感じでジャンプしたり入れっぱしたりこう暴れたりするわけよ。なんだけどオートガードがあると読みとかじゃなくて勝手にやってくれるんで、いよいよ反応がね0フレーム1フレームで動いちゃうから、なんかね、急にこうフェイントみたいな概念が効かなくなってって、そのなんだろうな、まあ、ある意味格ゲーの駆け引きって概念がかなり薄くなるっていう話があるんですね。で、まあ、っていうこれ話長くなるねマジでね。っていう、まあ、流れがあって、でもなんとか解決したいなっつって出てきたのが、例えばそのスマブラのシールドとかはね、いい解決策なのよ。結構今日スマブラの話が多かったんで、まあ、スマブラの話に落ち着けますけど、スマブラはガードが、ボタンガードであると。で、中段下段みたいな概念もない。押せばガードになる。けど、ガードを押して、ガードしてるとどんどんガードゲージが減ってって、まあ、ガークラするじゃん。てかガードできなくなるじゃん。ガードができなくなるから、その常にガードすればいいわけじゃなくて、ガードっていう概念にも駆け引きをつけたわけよね。安全に守りたかったらガードを張ればいいけど、まあスマブラだとシールドっていうけど、まあ、ガードを張っていればいいんだけど、ずっとガード入れてるとそのうちガードできなくなっちゃいますよ、だから要所要所でガードしてねっていう概念を作って、しかもその格ゲーだったら例えば仕込み的にガードって必ずするんだけど、硬直終わったら必ずガード仕込んどきましょうみたいな概念があるんだけど、それも駆け引きじゃないから、ガードを解除するところに硬直を設定することで、なんだ、ガードを入力しました、でガードできませんでした、これにちゃんとリスクを負わせてるんだよね。格ゲーだったら普通のスト2とかだったらガード入れといて相手が来なかったらガードはすぐ解けて何の1フレームも隙もなく動けるから仕込むだけ得だったんだけど、ガードを仕込んだらガード解除に時間がかかるから隙があるし、でガードずっと張りっぱにしてるとガードゲージなくなっちゃうしっていうので、リスクを持たせてリスクとリターンをつけた。その代わりガーキャンっていうシステムを入れてあって、スマブラはガーキャンがむちゃくちゃ強いから、ガード成功した時はすごいご褒美があるけど、ガードができなかった時、ガード相手の攻撃が来ると思ってガード張ったけどガードできなかった時のお咎めというかリスクがとんでもなくでかいからっていう作りになってんだよね。だからまあこれは解決策としては面白いなというか、いい解決策だなと思うわけよ。でまあなんか例えばバーチャファイターとかガードボタンのゲームもそのガード解除に時間があったり、こう硬直があったりして、それもねいいなとは思いますっていう感じでね、やっぱりある程度のこう駆け引きが生まれるためにはタイムラグとかちょっとした時間硬直とかが必要になってきて、オートガードはねないんですよ、そういうのはね。でないんですねという話になります。この辺はね結構、まあ、話してたらいくらでも話せる内容なんですけど、まあそんな知っとるわって話かもしれないんだけど、結構ね、格闘ゲームね20年30年続くと、あそうなんだってなる人も当然いると思う。このあたりちょっと改めてねちょっと話しました。そんな感じです。このね、悪しき風習の中にもね、いいこともあるってことですね。そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。